シオングアンドンは、現在の中華人民共和国に、白紀前期に生息していたティラノサウルス浄化に属する恐竜の属。模式種は、シオングアンドンバイオメンシスで、2009年に中国とアメリカ合衆国の研究者らがオンラインで記載し、2010年1月に公式に発表された。属名は、中国北西部の都市加国籍市に由来する。種商名は、 白い魔物を意味するバイモにちなみ、化石の発見場所に近い岩石層である白魔城に由来する。標本には下顎を描いた、頭骨、頸椎、脊椎、右の腸骨、右の大腿骨が含まれる。シオングアンドンが発見された岩石は白秋前期のアプチアンからアルビアンにあたり、1億2500万年前から1億年前である。人との大きさ比較。 シオングワンロンは他の獣脚類と同様に長い尾で体のバランスを取った二足歩行の動物である。白秋前期バレミアンの初期ティラノサウルス上下とティラノサウルスのような白秋後期のティラノサウルス下との中間型の体育をしており、体重は 300kg と推定されている。椎骨は他の基盤的ティラノサウルス上下よりも頑丈で、 巨大な頭骨を支えるのに適していた可能性がある。頭骨の尾光部は、アリオラムスと同様に細長く、ティラノサウルス上化は単純に重厚な形態へ、進化するよりも複雑な過程をたどったことが示唆、されている。頭頂部の四条面上には、鋭い隆起が存在し、小眼下部位をはじめとする、規定図骸骨は、箱型で広かった。 方形骨には突出した背側の突起と暗極した微側の円が存在した。前眼窩窓は上顎骨に明確に定義され、白秋後期のティラノサウルス化と同様に上昇する上顎骨の部位まで前方へ伸びていた。前上顎骨の葉は中央で隆起し、明瞭な突起に覆われた軸方向の神経棘が存在した。また、 ディロングやヨティラヌス及びゴルゴサウルスなどと異なり、全上閣骨の歯に、虚子状構造が確認されなかった。復元図発見部位のダイアグラム記載者は、シオングアンロンを、アパラチオサウルス以前に、ティラノサウルス状化の主要な枝からこぼれ落ちた属とし、アパラチオサウルスとティラノサウルス化から構成される、分類群の姉妹群と結論付けた。アレクトロサウルスに近縁であることが判明している。 以下のクラドグラムは大半のティラノサウルス浄化を含み、ローウェンらの2013年の研究に基づく。ありがとうございます。